このモニタリング編の動画ではステップ2チューニング編に引き続きタッチセンサー感度の確認と微調整を行う手順について解説します GUI 上で全てのタッチセンサーの状態をリアルタイム波形で確認できますターゲットボードを PC に接続した状態でチューニング結果を反映したコードをビルドします その後、デバッカーを起動すると、プログラムがメインで停止します。そこで、プログラムを実行します。キャップタッチメインタブをクリックし、ワークフロー図を表示します。ここから、ビューを開くをクリックすると、モニタリング画面が表示されます。マルチステータスチャートで表示させるセンサー、およびステータスチャートで表示するタッチインターフェースを選択し、ボードモニタの モニタリングを有効にするをクリックすると感度のモニタリングが開始されます。ボードモニタにはインターフェースの構成情報およびタッチ位置が表示されます。マルチステータスチャートでは複数のタッチセンサーのカウント値がリアルタイムにグラフで表示されステータスチャートでは選択したインターフェースのタッチ状態をリアルタイムに表示します。 赤のラインがタッチセンサーのカウント値で青のラインが基準値緑のラインが敷位置になります最下部の赤色のバーは検出状態を表示しますパラメータ一覧ではインターフェースのノイズフィルターの設定や感度の微調整を行うことができます各項目をクリックすると下部に説明が表示され動作をモニターしながら選択した項目の値を変更することが可能です 微調整したパラメータは、パパララメメーータタ一覧、パラメータファイルを生成するボタンを押すことでソースコードに反映されますこのようにワンクリックで簡単に最終の調整結果をプロジェクトに反映できますこれまでの3つのステップでご説明したとおりルネサスの QE4 キャパシティブタッチを用いることで簡単な操作で短時間にタッチセンサーの感度を最適化することができ お客様のシステムへのタッチセンサーの導入が容易になります静電容量タッチセンサーについての詳細はルネサスウェブサイトにアクセスしてください